もう嫌です。私はたくさん日本語を勉強しました。でも検定は合格しませんでした。私は日本語が下手です。国に帰ります。ちょっと待ってください。言語は試験が全てじゃありませんよ。うん、先生。リュウさんは私の日本語がだいたいわかりますよね。うん。じゃあ全然問題ありません。自信を持ってください。明日今日よりも好きになれる、溢れる思いが止まらない、今もこんなに好きでいるのに言葉にできない、君のくれた日々が積み重なり、過ぎ去った日々、二人歩いた奇跡。先生かわいい。